こちらは花倉の縁奉仕で3月3日この池より竜登らんずるなりの盾札が大評判になるのにつけないないやの大花をうごめかしてはニヤニヤ笑っておりましたがやがてその3月3日も45日のうちに迫ってまいりますと驚いたことには 摂津の国桜井にいるおばの尼がぜひその竜の商店を見物したいと申すので遠い道をはるばると登って参ったではございませんか。これにはエインも当惑して脅すやらすかすやらいろいろ手を尽くして桜井へ帰ってもらおうといたしましたがおばはわしもこの年じゃで 竜王のお姿をたった一目拝みさえすれば、もう往生してもうじゃ、と、甲状にも腰を据えて、おいの申すことなどには耳を貸そうともいたしません。と申して、あの立て札は自分がいたずらに立てたのだとも、今さら白状するわけにはまいりませんから、永遠もとうとうがおおって、 3月3日まではそのおばの世話を引き受けたばかりでなく当日は一緒に龍神の天上するところを見に行くという約束までもさせられました。さてこうなって考えますとおばの甘さへ龍のことを聞き伝えたのでございますから大和の国内はもうすまでもなく摂津の国泉の国 河内の国をはじめとしてことによると播磨の国山城の国近江の国丹波の国のあたりまでももうこの噂が一円に広まっているのでございましょうつまり奈良の老若をかすごうと思ってしたいたずらが思いもよらず四方の国々で何万人とも知れない人間を 騙すことになってしまったのでございます。エインはそう思いますと、おかしいよりは、なんとなく、そら恐ろしい気が先に立って、朝夕おばの天の案内がてら、それだって奈良の寺寺を見物しに歩いております間も、とんとけび石の目を盗んで、身を隠している罪人のような、後ろめたい思いがしておりました。 が、時々往来の者の,の話などであの立て札へこの頃は高家が手向けてあるという噂を聞くことでもございますとやはり気味の悪い一方では一角を大手柄でも立てたようなうれしい気がいたすのでございます。そのうちにおいおい引数が立って ととうとう龍の天井する3月3日になってしまいました。そこでエインは約束の手前、今更他に致し方もございませんから、しぶしぶおばの天の友をして、猿沢の池が一目に見える、あの興福寺の南大門の石段の上へ参りました。ちょうどその日は、空も朗らかに晴れ渡って、 門の風卓を鳴らすほどの風さえ吹く景色はございませんでしたがそれでも今日という今日を待ちかねていた見物は奈良の町はもうすに及ばず河内泉摂津播磨山城近江丹波の国々からも押し寄せて参ったのでございましょう碑壇の上に立って眺めますと見渡す限り 西も東も一面の人の海で、それがまた末はほのぼのと霞をかけた二条の王子の果ての果てまで、ありとあらゆる絵星の波をざわめかせているのでございます。と思うと、そのところどころには、青いトゲだの、赤いトゲだの、あるいはまたん段びさしだのの、 隙を凝らした牛者が、のっしりと辺りの人並みを押さえて、館に打った金銀の金具を、折からうららかな春の日ざしにまわゆくきらめかせておりました。そのほか、日傘をさすもの、平張りを空に張り渡すものあるいはまた、行々しく下敷きを道に連ねるもの まるで目の下の池の周りは時にならない鴨の祭りでも渡りそうな景色でございます。これを見たエイ胞子はまさかあの立て札を立てたばかりでこれほどの大騒ぎが始まろうとは夢にも思わずにおりましたからさも呆れ返ったようにおばの天の方を振り向きますといやはや。 と情けない声でもうしたきりさすがに今日は大花を鳴らすだけの元気も出ないと見えてそのまま南大門の柱の根方へ育児なくうずくまってしまいましたけれどももとより大ばの尼には永遠のそんな腹の底が 飲み込めるわけもございませんからこちらは頭巾もずり落ちるほど一生懸命首を伸ばしてあちらこちらを見渡しながら「なるほど龍神のお住まいになる池の景色は格別だのこれほどの人手がした上からはきっと龍神もお姿をお表しなさるだろうのと」と何かと縁を捕まえては。 話しかけるのでございます。そこでこちらも柱の根方に座ってばかりはおられませんのでいやいや腰をもたげてみますとここにももみえぼしや侍ムライがひとやまを築づいておりましたがその中にまじってあのエモン奉子も相かわらずハの開いた頭をひときわ高くそびやかせながらうの目もふらず 池の方を眺めているではございませんか。エインは急に今までの情けない気持ちも忘れてしまって、ただこの男さえ担いでやったというおかしさに一人くすぐられながら、ごぼうと一つ声をかけて、それから、ごぼうも竜の天井をごらんかな、とからかうように申しましたが、 エモンは王妃に振り返ると、思いのほか真面目な顔で、さようでござる。ご同様、だいぶん待ち遠い思いをしますな、と、例のゲジゲジ前も動かさずに答えるのでございます。これはちょっと、薬が効きすぎた。と思うと、浮いた声も自然に出なくなってしまいましたから、エインはまた元のとおり、 世にも心細そうな顔をして、ぼんやり人の海の向こうにある猿沢の池を見下ろしました。が、池はもう緩んだらしい底光りのする水の表に、墨をめぐった桜や柳を鮮やかにじっと映したまま、いつになっても竜などを天井させる景色はございません。 ことにその周り南里四方が隙間もなく見物の人数で渦巻まってでもいるせいか今日は池の広さが日頃より一層狭く見えるようで第一ここに龍がいるというそれがそもそも途方もない嘘のような気がいたすのでございますが一時一時と 時の移って行くのも知らないように見物は皆固唾を飲んで気長に竜の天井を待ち構えているのでございましょう。門の下の人の海はますます広がってゆくばかりでしばらくするうちには牛車の数もところによっては車の軸が互いに押し合いへし合うほど多くなってまいりました。 それを見たエインの情けなさは、大概前からの行きがかりでも、ご推察がマイルでございましょう。が、ここに妙なことが起こったと申しますのは、どういうものか、エインの心にも、本当に竜が昇りそうな。それもはじめはどちらかと申すと、 登らなす委はもとよりあの考察を打った当人でございますからそんな馬鹿げた気のすることはありそうもないものでございますが目の下で寄せつ出しているエゴシの波を見ておりますとどうもそんな大変が起こりそうな気がいたしてなりません。 これは、見物の人数の心持ちがいつとなく花倉にも乗り移ったのでございましょうか。それともあのて札を立てたばかりにこんな騒ぎが始まったと思うと何となく気がとがめるので知らず知らず本当に龍が登ってくれればいいと念じ出したのでございましょうか。 そのへんの事情はともかくもあの考察の文句を書いたものは自分だと重々承知しながらそれでもエインは次第次第に情けない気持ちが薄くなって自分も叔母の尼と同じように開かず池の表を眺め始めましたまたなるほどそういう気が。 怒りでもいたしませんでしたら登る気遣いのない竜を待っていかに不祥不祥とは申すものの難題門の下にご一日もたっておるわけにはまいりますまい。けれども猿沢の池は前のとおりさざ波も立てずに春の日ざしを照り返しておるばかりでございます。 空もやはり朗らかに晴れ渡って、拳ほどの雲の影さえ漂っておる様子はございません。が、見物は相変わらず、日傘の影にも、平張りの下にも、あるいはまた、さじきの欄干の後ろにも、そうそうと重なり重なって、朝から昼へ、昼から夕べえ、日陰が映るのも忘れたように、 竜王が姿を現すのを今か今かと待っておりました。すると、エインがそこへ来てからやがて半日も過ぎた時分、まるで線香の煙のような一筋の雲が中空にたなびいたと思いますと、見る間にそれが大きくなって、今までのどかに晴れていた空が、 ににわかにうず暗く変わかくりましたそのとたんに一陣の風がさっと猿沢の池に落ちて鏡のように見えた水の表に無数の波を描きましたがさすがに覚悟はしていながら慌てまどった見物があれよあれよと申す間もなく天を傾けて真っ白にどっと雨が降り出したではございませんか。のみならず。 雷も急にすさまじくなりはためいて、絶えず稲妻が大きのように飛びちがうのでございます。それが一度、鍵の手に群がる雲をひっさいて、余る勢いに池の水を柱のごとく巻き起こしたようでございましたが、エインの目にはそのせつな、その水煙と雲との間に、金色の爪をひらめかせて、 一文字に空へ登っていく十あ余りの黒竜が朦朧として映りましたがそれは瞬く暇であとはただ風雨の中に池をめぐった桜の花が真っ暗な空へ飛ぶのばかり見えたと申すことでございますどう失った見物が右往左往に逃げまどって 池にも劣らない人並みを稲妻の下で打たせたことは今さら別にくだくだしく申し上げるまでもございますまい。さてそのうちに豪雨も止んで青空がこ間まに見え出しますとエインは鼻の大きいのも忘れたような顔色でキョロキョロ辺りを見回しました。一体今見た竜の姿は 目のせいではなかかったろうかそう思うと自分が考察を打った当人だけに「どうも竜の天井をする」などと申すことはなさそうな気もいたしてまいります。と申して見たことは確かに見たのでございますから考えれば考えるほどますます不審でたまりません。 そこでそばの柱の下に死んだようになって座っていたおばのまを抱き起こしますと妙に照れた様子も隠しきれないで竜をご老じられたかなと臆病らしく尋ねましたするとおばも大息をついてしばらくは口もきけないのかただ何度となく恐ろしそうにうなずくばかりでございましたが やがてまた震え声で、見たともの、見たともの、金色の爪ばかりひらめかいた、一面に真っ黒な竜人じゃろが、と答えるのでございます。してみますと、竜を見たのは、何も花蔵人の徳後エインの目のせいばかりではなかったのでございましょう。いや。 あとで世間の評判を聞きますと、その日そこに居合わせた老若男女は、大抵皆、雲の中に黒竜の天へ登る姿を見たと申すことでございました。その後エインは、何かの表紙に、実はあのて札は自分のいたずらだったと申すことを。 白状してしまいましたが、エモンをはじめ、仲間の法師は、一人もその白状を、本当とは思わなかったそうでございます。これで一体、あのて札のいたずらは、図星に当たったのでございましょうかそれとも、的を外れたのでございましょうか花倉の、花倉人の、 大花のクロード徳号の演奉仕に尋ねましてもおそらくこの返答ばかりは致しかねるのにそう言いございますまい3宇治の大名言高国なるほどこれはメニューな話だ昔はあの猿沢の池にも 竜が住んでおったと見えるな何昔もいたかどうかわからぬいや昔は住んでおったにそうやるまい。昔は雨がしたの人間も皆真から皆そこには竜が住むと思うておった。さすれば竜もおのずから天地の間に飛行して神のごとく。 おりおりは不思議な姿を表したはずじゃ。が、世に談義をいたさせるよりは、その方どもの話を聞かせてくれ。次は、暗柄の奉仕の番じゃな。何その方の物語は、池のうの全地内具とか申す鼻の長い奉仕のことじゃあ、これはまた、 花倉の後だけに一段と面白かろう。では早速話してくれ。